サファビー朝、サファビー朝、サフォビアンは、16世紀から18世紀前半にかけて、ペルシア、現在のイランを中心とした地域を支配したイスラーム王朝、1501年から1736年。ホラサーンからメソポタミアに至る、歴史的ペルシア地域を支配した王朝としては初めて、シーヤ派の一派12イマーム派を国境とし、現在のイランとアゼルバイジャン、 イラク南部で12イマーム派が住民の大多数を占める状況を導いた。かつてはアラブ・トゥルク・モンゴルなどの異民族の支配を脱して数百年ぶりにペルシア人が建設した民族王朝としばしば説明され、12イマーム派の採用もペルシア人の民族意識の公用によると理解が一般的であった。しかし、現実にはサファビー朝の没工は トゥルクマンと呼ばれるペルシア、ゲンイランはゼルバイジャン一体に遊牧していた、トュルク系遊牧民の軍事力によっており、初期の国政もセルジューク朝から白曜朝までのペルシア省庁に見られたのと同様に、遊牧民の有力部族が地方の封建領主として実権を握り、ペルシア人の官僚、タージークが文官として君主を知るという体制から外れるものではない。そもそも、 初代君主であるイスマーイール一世自身も祖母をトュルク系王朝白王朝の英子ウズン・ハサンの妹、母をウズン・ハサンの娘とする極めてトュルク系の血筋の濃い人物であった。ソ連解体により新たに独立したアゼルバイジャン共和国の歴史学会ではサファビー朝をイランを征服したアゼルバイジャン人王朝と見ているほどである。この王朝が 系統的にいずれの民族に属しているかは、この王朝の性格を考える上で、はっきりと規定することは難しいし、規定すること自体は、あまり重要ではない。しかし、この王朝が十二イマーム派を採用したことで、イラン、アゼルバイジャンなどにシーア派が根付き、これらの地域が、他の地域から政治的、文化的に分かれた地域として、イラン国家、アゼルバイジャン国家につながる。 民族意識の基礎が築かれたことは否定できない。サファビー朝の陶源は、13世紀末から14世紀初頭頃の、イルハン朝期のペルシアに生きたスーフィー、サフィー・ウッティーンが起こしたイスラム神秘主義である。アゼルバイジャン地方のアルダビール、ゲンイラン北西部に生まれたサフィー・ウッティーンは、神秘主義の死、シャイフ・ザーヒドの娘婿となって、死の教団を受け継ぎ、サファビー教団を起こした。 サファビーとは、サフィーに従う、者たちという意味である。教主、シャイフの座は、サフィー・ウッティーンの子孫によって世襲され、歴代の教主は、シントからの寄進によって、富を蓄えて、サフィー病のある、アルダビールを中心に、因然たる勢力を築き上げていった。サフィー・ウッティーン自身はスンナ派に属していたと、言われるように、サファビー教団は本来はスンナ派に近い立場の教義を、 持っていた。しかし15世紀中頃、教師の座をめぐって、サファビー家の中で起こった争いに敗れたが、深夜派の中でも特に過激とされる、極端派、グラートに類する教説を唱え、スンナ派の教えに飽きたらない、シャーマニズム的な要素を色濃く残した東、アナトリアやアゼルバイジャンのトルクマーンたちを信者に取り込んで、軍事力を獲得し、教師の座を実力で奪取するに及んで、 宗教的に先鋭化した。この神徒の遊牧民たちは、後にジュナイドの子が12人のイマームを象徴させて、白い布を12巻着した赤いターバンを着用させ、始めたことか、トゥルク語で赤い塔を意味するクズルバシュ、キズイルバーシュの名で呼ばれるようになる。クズルバシュの指導者として、政治権力化したサファビー教団は、タブリーズをととして、アゼルバイジャンを支配する。 世俗権力白洋朝の利害と関わり合うことになり、彼らと和戦を繰り返した。白洋朝との戦いで、サファビー教団は、ハイダル、シャイフアリーと2代の教師を立て続けに失い、サファビー教団をわずか7歳で継いだハイダルの次男で、シャイフアリーの弟のイスマーアーイーは、1499年、12歳の時白洋朝の混乱に乗じて、 亡命先のギーラーンから激文を発し、崩る場所を決起させて兵を挙げ、1501年、ついに白洋町を破ってその都タブリーズを占領した。これにより建国されたサファビー町はタブリーズを最初の都とする。イスマー・イール一世はサファビー教団の教師であると同時に優れた資質を持った詩人でもあり、トゥルク語で試作して、崩る場所の宗教的情熱をかき立てた。 こうして、サファビー朝は、宗教的情熱に支えられ、崩る場所の軍事力により、瞬く間に、ペルシアの中部から西部を統一す。1507年、ポルトガル海上帝国のホルムズ占領。1510年、中央アジアに派遣を確立し、エラートによるティムール朝最後の政権を滅ぼして、ペルシア東部のホラーサーンに勢力を伸ばしつつあった。 シャイバーニー長のシャイバーニーハーンリ位、ウズベク遊牧民の軍と、サファビー長のイスマーイール一世率いるクズルバシュ遊牧民の軍は、ホラーサーンのメルブで衝突した。この戦いは、サファビー長の圧勝に終わり、英種シャイバーニーハーンを失ったシャイバーニー長の、南下はくじかれることになった。一方、サファビーの成功は、オスマン帝国の支配下にありながら、 中央集権的な帝国からは政治的に阻害されていた東部、中部アナトリアの遊牧民に帝国からの離反の傾向を呼び起こした。1514年、オスマン帝国スルタンのセリム一世はアナトリアの不安を一度に取り除く決意を固め、アナトリア東部のチャルディランでサファビー長軍と開戦したチャルディランの戦い。 イスマー・イール・一世はこの戦いでもこれまでの遊牧民同士の戦いと同じような戦法で決戦に臨むがよく組織された不評と大量の火砲を装備したオスマン軍の前に惨敗した。チャルディラーンの戦いの敗戦によりサハビー朝は多くの将兵を失い宗教的情熱に支えられた軍事拡大の時代は終わりを迎えた。崩る場所は占領地を 支配領土として分配されて、封建領主化し、それまでの極端派的なシーア派心情は、シーア派の当時の中心地だったシリアから迎えた、穏健な十二イマーム派の教えにとって割られた。十二イマーム派はやがて、ペルシア社会に浸透し、サファビー朝は、宗教的情熱に支えられた先鋭運動から、トゥルク経由牧民の貴族とペルシア人の官僚、タージークに支えられた。 セルジューク朝以来の伝統的なペルシアにおける遊牧イスラム王朝の典型に転化していった。チャルディラーンの戦いの後、政治への興味を失ったイスマー・イール・一世は酒に溺れ、外交でタイオスマン帝国同盟を模索していたとも、失意の中で1524年に37歳で亡くなった。第二代の君主、シャーとなった息子のタフマース一世はわずか10歳で、 抑えを失ったクズルバシュは、君主の後ろ盾の座をめぐって、有力部族同士で内紛を繰り返し、サファビー朝は、王朝最初の危機を迎えた。成人したタフマース部一世は、シャイバー兄長の信仰を尻け、1533年に、クズルバシュでも有力者のフサイン・ハーン・シャムールを処刑して、部族を抑えることに成功し申請を開始した。タフマース部一世は、 ペルシア系を重視するなど人事面で崩る場所を抑え、対外的には、シャイバーニーの侵攻を防ぎ、オスマン帝国との戦争では、スレーマン一世、セリム一世の子の盛んな勢いを、イラクバグダードなど西部辺境の活上でしのぎ、北西のコーカサス南部に進出して、グルジア方面へ勢力を拡大した。また、首都タブリーズから南東のガズビーンインへ移したのもタフマース一世の、 知性である。しかし1576年、タフマースブ一世が死ぬと後継者をめぐる争いが起こり、サファビー朝は再び危機を迎えた。実験は、タフマースブ一世の娘が掌握し、イボ兄のイスマーイール二世を擁立し、翌1577年に、イスマーイール二世が死ぬとその兄ムハンマドホダーバンデを、苦物として擁立するに至るが、彼女もやがて、 ムハンマドの妻に殺害され、ウリアも敵対するクズルバシュによって殺さた。タフマースブ一世に抑えられていたクズルバシュも内乱を起こしペルシアは無政府状態となり、これを見てオスマン帝国とシャイバーニー朝が再び侵攻を開始し、サファビー朝発祥のチタブリーズを含むアゼルバイジャンとホランサーンの大部分が失われた。1579年には、 オスマン帝国の最初ソコルルメフメトパシャを暗殺したことで一時的にオスマン国軍を撃退した。しかし、ウリアとクズルバシュの対立が再燃して、マフディウリアも高級で考察され、ムハンマドの長男ハムザもオスマンサファビー戦争で敗北し、1586年にクズルバシュに暗殺され、実権を握ったクズルバシュの内部対立が激化すると、無政府状態に陥った。 1587年、ヘラートにいた、ムハンマドの王子アッパース、一世は、ムルシドクリーハー・アングスター・ジャルーに擁立されて、兵を挙げ、首都、ガズビーンを占領して父から王位を譲り受けた。翌1588年、17歳のアッパース一世は、崩る場所を抑えて、実権を掌握し、1590年に、オスマン帝国及びシャイバーニー長と和平を結んで、 軍事活動を中断した。アッパー水星は、崩る場所に頼った軍事制度を改め、オスマンにも対抗できる軍隊を目指した。崩る場所から選出されたコレチ軍団と、グルジア系、アルメニア系出身の奴隷からなる、グラーム軍団の二つからなる、常備機兵軍を組織するとともに、ペルシア系低住民出身者を中心とする、重兵軍団、砲兵軍団を創設した。 1597年、アッパース一世はガズビーンから、ペルシア中部のイスファハーン、エスファハーンに遷都し、イスファハーン旧市街の郊外に王宮を中心に、庭園に囲まれた神都が造営された。神都と旧市街の中間に、王の広場を中心に、王のモスク、現、イマームモスクなどのモスクが立ち並ぶ、公共空間が建設され、ペルシア系。 中力系の宮廷の人々のほか、アルメニア商人やインド商人など遠隔地公益に従事する多くの異教出身者が住み着いたイスファハーンの人口は50万人に達した。アッパースイセイは、盛んな軍事行動や建設事業の財源として、それまで崩れ場所の部族が支配していた土地を没収して、横領地に収め、君主権力を拡大した。アッパースイセイの時代に、 サファビー長はそれまでの遊牧国家型の文献的な体制を抜け出し、ライバルであったオスマン帝国と同じように、君主の絶対権力の下で君主の信任によってのみ、権力を触りされるエリートたちが統治を担う先制国家へと、さらなる転身を遂げた。1598年、後世に出たアッパース一世は、シャイバーニ朝を破って、ホラーサーンを回復した。では、 1603年にオスマンと改戦してアゼルバイジャンを回復し、1609年から1610年後の1612年にが結ばれ、1616 16年に勝利して1618年にが結ばれた。アッパース一世の軍事的成功には彼個人の才能も十分あるが、同時期に西欧諸国との同盟関係も大きいと言える。特に17世紀に前世紀を迎えた。 ネーデルラント連邦共和国、オランダとの同盟は、ファビー・アサの強化に貢献した。オランダの起こした軍事革命による恩恵も大きかっただろう。西欧との同盟関係は、オスマン帝国との政治的な問題でもあった。西欧は、ヨーロッパに食い込むオスマンを駆逐するために有益なアジアの同盟者として、オスマンの背後にいるサファビー朝との関係を重視したのである。 オスマン帝国の弱体化は双方にとって有益であり、サファビー朝にとってもヨーロッパの先進的な軍事力は国力強化や中央集権化など国益につながるものであった。イングランド王国とは重要な関係を築き、1616 16年にアッパース一世とイギリス東インド会社の間で貿易協定が結ばれた。この時期、ロバート・シャーリーに率いられた。 イングランド人冒険者の位置は、ペルシア軍の近代化に重要な役割を果たし、西側との接触を発展させた。1622年、イングランドペルシア連合軍は、ホルムズ島を占領し、ホルムズ占領、ペルシャ湾からポルトガルとスペインの貿易商人を追放した。1624年、ロバート・シャーリーは貿易協商を締結するために、イングランドに、 ペルシア大使館を設立させた。同1624年には100年ぶりにバグダードを再征服して創建当時のサファビー朝の領域を取り戻し、サファビー朝はアッパース一世のもとで最盛期を迎える。1629年にアッパース一世が亡くなった後は孫のサフィー一世が即位した。では、1638年に反撃に出たオスマン帝国によって、 イラクを失い、1639年にはによって、オスマン朝との間の国境線が確定た。1642年に10歳のアパース2世が即位すると、大最小が実権を掌握したが、1645年にサルタキが政敵に暗殺されると申請を開始。1648年には、ムガル帝国からカンダファールの奪還に成功した。 1666年に政治への関心を持たない君主サフィ二世スライマーンが即位した。この時の様子はフランス人商人ジャンシャルダンがエスファハーンを訪れた気候文ペルシア王スレイマーン大官1670年出版から知ることができる。サフィ二世スライマーンの下で君主権力が絶対的な先制国家となっていた。 サファビー朝の活力を急速に失わせた。1669年頃、コサックのスチパンラージンによるカスピ海沿岸への略奪ダゲスタンペルシアアストラハン遠征ではデルベント、バクー、ラシュトを抜かれた。無能な君主するターンフサインが続いたことで18世紀に入ると衰退は決定的となり、クルディスタンのクルド人、バローチスタンのなど、辺境の民族が 相次いで反乱を起こした。特に、アフガニスタンで、パシテウーン人のギルザイ部族に属するが1709年に、起こした反乱は、カンダハールにホータキー・を自立させるに至った。1719年、ミール・ワイスの子は、ペルシア本土への進軍を開始し、ケルマーンを攻略した。1722年、ホータキー朝軍がイスファハーンに迫るに至って、 スルターン・フサインはようやく討伐軍を派遣したが、3月8日において、サファビー長軍は数において勝るにもかかわらず惨敗、壊滅した。マフムードはイスファハーンを包囲し、10月21日にフサインは、大意、マフムードに降伏した。イスファハーンを失った、サファビー長はこれにより事実上滅亡する。サファビー朝の崩壊を見て、 オスマン帝国スルタンアフメト三世の最小と、ロシア帝国皇帝、ピョートル一世がホータキやサへの侵攻、ロシア、ペルシャ戦争を開始し、サファビー朝領の分割は時間の問題であった。特にロシアは、南下政策の一環としてこれ以降もペルシアに干渉を繰り返し、ペルシアの混乱に拍車をかけることになった。同年11月10日、フサインのコタフマ遊ブ二世が、 キュート、ガズビンで即位するも、諸勢力の攻勢の前に逃亡を続けるが、やがてホラーサーンにいた崩る場所、トルクメン人狼を率いるナーイルクリーベグが、タフマース部二世を悲護し、その殺傷となった。マフムードの方は、サファビー朝の王族を大量虐殺したせいで人心を、失い1725年に暗殺され、いとこ、オイトモのアシュラフがギルザイ部族を率いたが、 支配体制は不安定であった。ナーディルはこうした後期を見逃さず、ギルザイ部族を1729年ので破り、捕らえたアシュラフを翌1730年に処刑してイスファハーンを取り戻し、オスマン帝国との戦争も有利に進めた。1735年にギャンジャ条約を締結してロシアとも和睦している。こうしてナーディルは サファビー朝領の大半の回復に成功、自ら絶大な権威を確立し、サファビー朝の末期にペルシアの国力は急速に上昇した。しかし、ナーディルの権勢が増大する一方、タフマース部二世の影は薄くなり、1732年にオスマン帝国と不平等条約を結んだことを口実にしたナーディルに、はい、追放され、このアッパース三世がクグツとして、 ナーディルに擁立された。そして1736年、ナーディルはアッパース三世を退位させ、サファビー朝は名実ともに滅亡した。ナーディルはナーディルシャーと称してアフシャーあル朝を開いたが、ナーディルの死後ペルシアは軍雄割挙状態となった。1750年にカリームハーンはサファビー朝の生き残りであるを擁立してザンド朝を起こし、 ペルシア統一を進めたが、1773年に、イスマー・イール三世が死去した頃にはすでにカリーム・ハーンが、ザン・アサの支配者となっていたため、以後サファビー朝の王子は擁立されなかった。1779年にザン・ド・アサのカリーム・ハーンが死ぬと、ガージャール・アサのアーガー・モハンマド・シャーが台頭し、1794年に、モハンマドが勝利を飾り、ペルシアは、 ガージャール朝が統治することになった。サファビー朝は、サーサーアン朝滅亡以来、王公や、うっと者を示す、一般名詞化していたシャアを王孔優の称号として、復活させた。1話、サファビー教団教主、シャイフ、1から11話シャア。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。